祇園神社ですかね。祇園神社です。上にね、なんかケーブルかな、ちょっとロープウェイみたいな感じ。結構見晴らしがよろしい場所ですね。今日は、下津井に来ました。この下がね、下津井の町ということで、で、こちらにね、瀬戸大橋が見えます。ちょっと書いてありますね、瀬戸大橋は、昭和53年10月10日に着工ということで、9年半で、できたということで、63年の4月に開通したということですね。立派な橋です。ちょっとね、今日はライトアップがねあるということで、まあ、休みの日ですよね。土曜日日曜日、まあ、あと祭日はライトアップされてるということで、ちょっとねそれまで時間があるので、この下の町をね歩いて、行ってみようかなと思います。中国自然遊歩道。なるほど。こんな感じになってですね、ちょっと昔のね町並みが、残る中ということで、現在地がここなんで、これまっすぐ行けばあるということですね。昔の街並みということです。はい、ちょっと声が響きますけど、祇園神社ですかね。祇園神社です。こっからのね瀬戸橋の眺めもいいって聞くんで、なんかの鉄骨の鳥居ですね。上にねなんかケーブルかな。よし、見晴らしがいいということです。立派な建物がありますね。お、結構見晴らしがよろしい場所ですね。ちょっとね距離はありますけどね。ですね、もうそろそろかなと思うんですけど、まあそろそろかなというか、あともう少しだと思うんですけど、もうちょっとね近くで見ようかなと思います。この祇園神社の上にあったやつです。ケーブル
ちょっと気になってたんですけど、この滑車がねついてます。ちょっとロープウェイみたいな感じで荷物とかをね持ち上げるに持ってくるんですよね。ちょっとなんかすごいなと思いました。先ほど初回にね来たところなんですけど、綺麗に見えますね。下田ホテル来ました。ちょっとこっちもねライトアップしてます。和集山、ほらこれ機動車のねライトが光ってます。これからね和集山の展望台に行こうかなと思います。もうこれでね今日は終わろうかなと思います。よいしょ。よし、徒歩17分。頑張ろうか。真っ暗です、完全に。
綺麗な眺めですね。下からはね見ることができなかった風景が見えます。はい、そして下津井の街並みが綺麗に、伺うことができるということです。でなんかねどんどん下ってってます。下ってるのと離れてます。はい、到着いたしました。ここですね、綺麗に見えるな。なんか東展望台っていうのもあるみたいなんでちょっと行ってみましょう。なかなか終わりませんね。おお、こっちの方が綺麗に見えますね。どうでしょう、もうちょっとズームしてみましょうか。こんな感じです。おそらくここが一番、絶景というかねいい場所かなのかなと思うんですけど、まあ、ここまで来るのに、10分15分ぐらいかな、それぐらいかかるのと、ちょっとやっぱ不気味な肝試しみたいな感じですね。まあ、昼間来るのはすごいんですけど、はい、勇気のある方はぜひ行ってみてくださいね。綺麗な瀬戸大橋のライトアップが見える場所ということで、でこれね毎日やってるわけじゃないのでその辺も注意してね、ホームページ見るなりして、概要欄に載せてますんで、よくしっかりチェックしてね、見に行ってみてください。まあ、別にね車の中からでも見えるということになっているので、はい、スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。